こんにちはシャミバンド、モシます2十一歳です。ヤングに生まれて、今もヤングに住んでいます。趣味はバレーボールをすることです。時間があるとき、友達らと一緒にバレーボールを知って遊びます。アニメを見て、面白かったので、日本語を勉強したくて、日本語の格好を調べました。それで、兄にどこの格好がいいかと聞きました。兄が、ァイシー格好を教えてくれました。ファイシー格好は、 日本語の教科書だけじゃなくて他の知識も教えてくれました。1ヶ月に1回日本について発表会をしています。YC に入る前は発表会をした経験がないので皆の前に話すことができませんでした。YC で勉強してから皆の前で話せるようになりました。それから日本の日本についていろいろなことを教えてくれたのでもっともっと面白くなってきました。だから日本へ行きたいと思うようになりました。 日本へ介護職の消化券制度で行こうと思っています。高校生の時父は病気で亡くなりました。その時正しく看病ができなくてせねでした。それから一人になった母のお世話を正しくしたいし周りの高齢者の家族や友達にやり方を教えたいんです。だから今介護の勉強をしているので高齢者についてもっともっと分かるようになってきました。 日本へ行ったらユニバーサルスタジオや温泉などに行って遊びたいんです。機会があったらバレーボールクラブに入って遊びたいんです。バレーボールも上手になりたいです。日本で勉強しながらいろいろな生活を並びたいんです。だから今日本語の勉強を熱心に頑張っています。